こんにちは、黒橋ずこです。今日は私の初めてやった作品がナインパッチのクッションカバーでした。それから折に触れ四角つなぎは随分と作っていますけども、今回はとても小さい作品なんだけども、ナインパッチをどれだけ思いっきり、4パッチにしてみたり、長方形が間に入ることによって、四角正方形で攻めていきながら、空間はどうしても長方形が必要になってきますね。で、そういったことをどういってこの作品の中で自由自在に遊べるかなっていう、四角と付き合う、四角で遊ぶっていうふうなことだけをテーマにして、色を決めた何色使いっていう、四角つなぎ、正方形だけをつないだパターンっていうものには、日本では市松って言ってますね。今、鬼滅の刃で市松模様のものが随分と売れてるみたいですけども、それをもっと伸びやかに、あんまりギスギスしない形で使うっていうふうなことを頭の中に置きながら色を決めていくっていう、その自由自在なんだけども、バランスを壊さないでこの中に収めるっていうことでは、私は常に今回の場合は24センチという四角形の中に2センチの四角形をどういうふうに巻いていくかっていう、置いていくかっていうことに専念するために、まず方眼用紙を用意して、24センチくらいだったらきちんと図面が描けますので、実物大で描いていきます。大きさが24センチっていう数字はよくサンプラーを作ったりする時も使うサイズなんですが、その中で収めてみようと思って、そうすると勢い一つのパーツ、一番こう正方形でこの中で収まりよく使えそうなサイズが2センチ正方でした。で、ですからまずは24センチの四角を描きます。で、そして2センチごとの区割りでいくとしたら、ボーダーっていうのまで、この目いっぱい中のパターンを外まで使ってパターンを作るのか、この中にボーダーまで収めてしまおうと思うのかっていうことで、選んだ数字が私にとっては4センチのボーダーっていうのが浮かんできて、まずは4センチのボーダーを念頭に入れて、そしてここで中心にどっちんと座ってるように見える、ここがナインパッチですよね。サザンが9枚のナインパッチです。それを少し端に置きます。で、4センチをここでもう削り取っといた、その中のパターン作りを使うのに、ここで2センチですから2、3が6センチ。で、6センチの正方形をここに書きます。で、こちらに書いた6センチの正方形を3分割すると2センチが9枚並びます。で、そうして、ここを外から4センチ削り取ってるので、すでにここは4センチしか余りがありませんので、ここで井桁をとりあえず書きます。で、ここからは、この頼りにするのが、この柱は大きくナインパッチに、きちっとなってるのがここだけで。そして、右上に4パッチを書きます。で、こちらは6センチ取って、こことここは6センチの空間があります。で、ここは4センチ ×6 センチの空間を2センチで割り振って、6枚の2センチが続く。こちらはここで6センチ書けるけども、同じ列で上下にこの形がここに来るのは嫌だなと思って、端になるここで4パッチを描いて、ここは残しておきます。で、そしてこの4パッチから雫のようにな、1つのコマが2センチ ×2 センチで、その次には1センチ ×1 センチを2つコマ数に使うと、ここが2センチ2センチ残るから、
ここではこの長四角とこの2コマと1,2,3,4,5 コマが長細くなります。そしてここでは消してしまった、細長い最後の額縁になるべき4センチから2センチ2センチしか取れないよっていうことになっています。で、ここでは4センチの額の一つが作れました。そしてこの上の方はナインパッチをこっちに連れていくんですが、外からの4センチがやっぱり迫りきて、ここに6枚しかこの2センチ ×2 センチの駒が動かせませんので、ここではそれしか使わないよって決めてしまいます。そうするとここもそれとなりゆきで1個しか使わないで、ここでまた2つ使っちゃったら4パッチが3枚も続くことになって、左右対称みたいになりかねないので崩していきます。で、広場の方は4コマを使った1枚切れにするよという合図をして、ここでも2センチ書いたもので、1列2センチ ×2 センチのコマが4枚動いて、残りを斜めの三角は小さい三角を作らないで、このコマにくっつけた台形の端っこがここに来ます。で、そうしてあっちから攻め、こっちから攻めして、少しずつリズムが違った色の動きをするものが、だんだん自分の思い通りの形になったなと思います。ただこれが異様に小さくした 1×1 のコマが下がってきていますけども、このことは正方形なので、これがあとこっち向いた方がいいのか、こう向いた方がいいのかっていうことは縫ってから決めます。まあ、縫う前に並べた段階でも、そろそろ自分の好みがこっち向きだなっていう風な気分ではいますけども、色が入っていくと、こっちが好きっていう風なことで、だから色の額のバランスがこっちがいいなっていう風に、なっていっております。で、コーナーで言えば2センチしか持っていない場所っていうのは、このおちびさんが入ったところのコーナーだけですよね。で、あともう一つ、ここが同じように2センチしかないところが、この辺だけがそうなっているので、これは途中からだし、でこれは全体だしっていうことで、結局最終的に、作ってからコーナーを決めたのは、こう向きに、上の方が小さくって、色目が、色のちびちゃんが上の方にいて、こっちに、流れているような、下で受け止めてるみたいな形に、狭い、ボーダーが入るのが上に行った方が落ち着くかなと思って、今のところはそう決めていますが、これをもし額に作品を全部切るとも済んで、額に入れるとしたらどうなるかっていうのは、またその時に変化するかもしれません。そうやって決めていくっていうのは、ここでは消しゴムを用意しておけば、常に鉛筆で書いて消して消して、また立て直してっていうことができますし、だからこれだけのものが、ものを、縫い代をつけたものを用意したら、それでまた色を、そのサイズになった色を置いてみて、色の訂正をするかもしれませんけども、その時にはもう、どんどん、自分のやりたい方向っていうのは狭められていて、隣との相性がいいかどうかとか、それを横向きに、無地なんだけども、もうここへ島が見えてきたわって言ったら、それが縦になった方がいいのか、横になった方がいいのかっていうのも考えながら、差し替えてくださって、動かしてくだされば、四角は4回回せる、それから島物だったら2回動かせるっていうことはありますので、正方形っていうのは結構大人になっても楽しめるっていう形だと思います。飽きないで、そして新しいことを、なんか人と違うところを見つけるのに、恐れないで挑戦してくださると面白いと思いますよ。